ここに映ってるのはですね、のび太くんと静香さん、まだ我が家に来て1週間も経ってない頃です。で、これが今の静香ちゃん、あっちにいるのがのび太くん。見てください、このさ、こんなにでかくなっちゃいました。でも今日の本題はですね、これではないです。ここにスピーカーの台があるんですけども、じゃじゃーん、わかる？アビーチ、さらにその上ルート66、わけわかんないコーヒーの喫茶店の看板みたいです。これはもともとあってです、これがアメリカの国旗。これなんか今日作った、わかりません、マーティンなんとかとか言ってます。これは私の趣味ではありません。この趣味はここにマスクをかけて完全なんですか？完全症です。じゃあ、あとは君にやらせよう。ね、これはフッサに行った時に買ったナンバープレート、本物、1枚1600円、エンパイアステート、アイオワ州、これはコロラド、これはカリフォルニア、これはナコロカナ、フレッシュブリューコーヒー、これはビーチ、これこの先週作ったやつ、木でジグソーで切り出して色を塗ったやつ。これはアメリカ国旗、1m50×80 ぐらいかな。テレビです。50インチのテレビよりでかい。この部屋、これリビングなんですけども、翔くんこれをやるようになってからですね、リビングらしくなくなってしまいました。まあ後で部屋のような感じだし、部屋交換した時に全部部屋に飾るから。あとあれがあるんだよね、時計ね。そう、今そういう時計なんですけど、自分の部屋用に時計を買ったの。でちょっと一回止めて、その面白い時計を撮ろう。時計がこれ、木目調の、これ木目調じゃない、プリントしてあるだけなんだけど、一応電波時計で、夜になるとこの秒針が止まって音がなくなるっていう、秒針は止まるけどちゃんと時間は動く、こういう時計です。これはリムレックスとは書いてある、結構見やすい。これバンパーじゃーん、みーちゃん、あんなちっちゃかったみーちゃんがこんなでかくなってしまいました。1年も経たないうちにね、大きくなったよね君たち。本当に大きくなったよな、お前も高校生だもんな、もんなあるから信じられないよね。これだもんな、部屋がこんなになってしまいました。早く部屋交換しよう。